安心をお届けします。お電話は 02-797-8511 まで。日本語でどうぞ。イブニングキス。 This program is brought to you by Toyota。FM93.75MHz J チャンネルからお届けしておりますイブニングキス、スタジオはなんだかすごい雰囲気になってきましたね。もう開局以来こんな華やかなスタジオはなかったという。実はですね、この10月25日ですね、土曜日、パラゴンで行われるアニメアイドルアジア2014に出演するアイドルグループ、そう夢見るアドレセンスにスタジオに来てもらってます。すごいことはレジ持ってるんですが、早速来て、早速なんですけども、いろいろちょっとね、はい、ファンの方いろんな聞いてると思うんで、いろいろ質問させていただきます。はい、はい、まずはそれぞれ自己紹介お願いします。はい、はい、じゃあまず私から、はい、夢見るアドレセンスのリーダー荻野かりんです。よろしくお願いします。高校3年生18歳大阪府出身って言っても分かるかな。あかりんこと山田あかりです。よろしくお願いします。ピピヨー。はい、ユーミンこと押田ゆうみです。よろしくお願いします。はい、れいこと小林れいです。よろしくお願いします。はい、ゆめあどの末っ子中学3年生14歳京丹こと京香です。よろしくお願いします。さあ京香元気だね。まあこれはいいよな。ということで、このメンバーにね、それぞれ色があるんですよね。そうなんです。はい、ということでその色をどのように決めたのかちょっと話してみましょう。実はすごく長くなるんですけど、はい、短くいきましょう。プロデューサーさんです。プロデューサーさん、そうです。はい、わかりました。はい、はい。でそこには全然個人の意見は入ってないんですか。そうですね、うん、あ、そう、なんか似合う色を決めていただいて。あ、イメージでね。はい、あ、でみんなそれぞれ気に入ってる。気に入ってます。大好きです。表で。いや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 いค่ะสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งถามสาวๆไปนะคะว่าทุกคนนี่มีสีประจำตัวเป็นที่รู้กันนะคะแล้วก็ได้ถามไปว่าทำไงถึงได้สีพวกนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นตามอิมเมจที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะโอเคครับทายินมิสซ์มาอีกนึงเดี๋ยวนี้今日はจูจันนี่タイ語のトランスレート翻訳お願いします。お願いします。はい、だね。ということで、質問続けてまいりましょう。はい、この間出したシングルですね、4月に発売された「回る世界」、はい、オリコンチャート10位の大ヒットとなったということなんですが、その時の気持ちを、はい、教えていただきましょう。まさかオリコン10位に入れるとも思ってなかったので、うん、その夢アドにとって曲調がとても新しい感じになってて、うんうんうん、その新しい夢アドをたくさんの方に聞いていただけたことがとっても嬉しいです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。それが何枚目のシングルだったんですか。それが回る世界の1枚目だった。あ、そうなんね、はい、でそれがそんな大ヒットだった。そうなんですよ。あ、すごい、それは嬉しいよね。嬉しかったです。期待してた、はっきり言って、はい、期待してなかった。いや、期待してなかったです。どれで、ちょっとだけ10位狙って頑張ろうって思ったんですよね。まさか入れるように頑張ったので。あ、そっか、嬉しかったです。10位と11位は全然違うもんね。これ違いますね。はい、いや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 、手でやれる。さて、この夢アドなんですけども、はい、夢アドでいいんだよね。そうです。はい、今なんですが、あ、ごめんなさい、忘れてた。ค่ะเมื่อกี้ก็ถามว่าสาวๆนี่มีเพลงใหม่นะคะซิงเกิลก็คือ Maru Sekai นะคะซึ่งก็ได้ติด Oricon อันดับที่14นะคะของปีนี้นะคะแล้วก็ถามว่าความรู้สึกตอนนั้นนี่เป็นยังไงนะคะสาวๆก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นเนื่องจากว่าตัวเองนี่แบบเป็นวงค่อนข้างจะใหม่นะคะก็แบบดีใจมากที่ทุกคนชอบค่ะครับそしてですね、この夢アドなんですが、インターネット放送番組をやってるということなんですね。はいはい、夢見まショールーム。そうです、夢アドと夢見まショールームなんですけど、はいはい、これは毎週月曜日に放送されてて、うん、日本じゃなくて、うん、世界にも、うん、タイにももちろん放送されてるんですよ。はい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 。だからなかなか日本に来れないタイの方々にも聞けるんじゃないかなと思います。そうです、たまにって言ったね、あれだよね。そう、毎週月曜日です。月曜日何時だっけ。19時です。19時、はい、はい、
毎回あの、うん、タイの方が見てくれてて、いつもコメントでコップンカーって打ってくれるんですよ。そうなんですよ。タイもじゃあファンの人たちたくさんいるんだね。ありがとうございます。すごい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 。ありがとうございます。そしてその今回の最新シングルの話なんですけども。ごめん。ついつい焦ってしまいました。包んでくれたらいいのに、チュンチュンって。はい、頑張ります。เมื่อกี้นะคะก็สาวๆนะคะตอนนี้มีรายการวิทยุนะคะที่ออกอากาศออนไลน์นะคะชื่อว่า You Make Me Ma Showroom นั่นเองนะคะซึ่งก็ออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะสำหรับคนทั้งโลกสามารถติดตามดูได้นะคะออกอากาศ5โมงนะคะเวลาไทยค่ะหรือว่าทุ่มหนึ่งเวลาญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็สาวๆก็บอกว่าทุกครั้งที่พวกเธอทำรายการนี้ก็จะมีแฟนคลับชาวไทยเยอะมากมาพูดแบบขอบคุณค่าอะไรอย่างนี้เธอจะดีใจมากครับครับครับ次の質問に参りますと、はいはい、最新シングル照明ティネージャー、はい、ティネージャー、これが5位ですか。そうなんです。やったー。これについてちょっと教えてください。はい、この曲はですね、はい、夢見るアドレセンスの中でもかっこいい曲調となってましてですね、特に若い世代の人たちに伝えたいメッセージがてんこ盛りになってる曲でございます。結構かっこいい、ちゃんちゃちゃんちゃんみたいな。あ、なるほど。わかる。ノリノリなわけです。そうです。踊りもかっこいいです。踊りもあ、踊るんだね、やっぱりね。そうです。そっか、ちょっと踊ったら、それできないんだけどね。はい、ค่ะพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะก็คือมีชื่อว่า Show Me Teenager นั่นเองนะคะซึ่งก็ติดอันดับเช่นกันนะคะแล้วก็สาวๆบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเท่มากแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังแล้วแบบรู้สึกคึกคักนะคะแล้วก็สนุกสนานค่ะครับわかりましたかみんな。わかったね。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。この夢宿のリーダー、はい、荻野かりんさん、かりん、はい、いい質問です。はい、何ですか。メンバーをバラバラにする秘訣、あ、まとめる秘訣ですね。バラバラじゃない、まとめるです。メンバーをまとめる秘訣はありますか。まとめる秘訣は、特にこれっていうのはないんですけど、はい、とにかく個性が強いグループなので、うんうんうん、その個性を活かしつつ、こう頑張ってまとめています。個性ありがとう。いいなぁ。苦労してる。苦労はしてないです。あ、もっともっとしてないということだったらいいね。みんないい子ですね。嬉しい。いい子です。はい。先生。先生。ค่ะพูดถึงลีดเดอร์นะคะของวงก็คือโอกินโอคารินจังนั่นเองนะคะก็ถามว่าในฐานะหัวหน้านี่มีบทบาทอะไรช่วยทำให้ทีมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าก็เนื่องจากว่าเป็นทีมที่แบบทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบต่างแตกต่างกันเขาพยายามให้ทุกคนแบบอยู่ด้วยกันเยอะเหมือนให้เป็นกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวค่ะใจเดียวโอเคครับ分かりましたか皆さん分かりました最後ファイナルペラはいはいということで、まあ、今年の5月にも実はいらしてですね、タイにね、はい、タイランドコミックコンに、も出演したこの夢宿なんですが、まあ、タイに来たことがあるということでちょっとタイのことを聞いてみたいんですけどもね、はい、タイ料理皆さんお好きでしょうか。大好き。私辛いの大好きなんで。辛いの大好き。はい、すごい辛いでしょ。すごい辛いです。全然大丈夫。口がヒリヒリするぐらい辛い。たまらない、それが。たまらない。その中でタイ料理で一番好きなの。たくさん。私は、うん、タイ米。タイ米、ああ、ご飯が好きだ。そう。うちパッタイ。パッタイ。パッタイ。大好き。フォー。フォー。フォーはベトナムじゃなかったっけ。うまい、うまい。ジャパニーズギャグ、ジャパニーズジョーク、そうなんですよ。やっぱ食いてよって言うんですね。食いてよ、食いてよ。ベトナムに行ったフォーなんですけど、ね。あ、そうなんですね。学んだね。食いてよ。学んだ。勉強になりました。ね、勉強になりました。もう間違いない。びっくりしました。はい、次行きましょう。好きな料理なんかあります？あ、料理。私もタイ米なんですけど、今日。うんうん、飛行機に乗ってる時にタイ米食べたんですけど、うん、まあ、なんか懐かしい感じしました。あ、久しぶりに来た感じ。あれパラパラでしょ、なんか大好き。それがいいの。それがいいですよ。細いの、長いやつね。そうかそうか。そして、まあ、この前どこに行かれたかはちょっとわかんないんですけど、どっかタイで行ってみたいところだった
行ってみたいとこ、行ってみたいとこっていうか、うん、トゥクトゥク乗りたいです。トゥクトゥク乗りたい。乗せてくれないだろうな、マネージャーさんがな、危ないからな。そう、今回は絶対乗ろう、今回はね。なんかどっか知ってるところとか行ってみたい。あと私個人的に、うん、海が私大好きなんですけど、うんうんうん、パタヤビーチ、パタヤビーチ行ってみたいです。全然綺麗じゃないんだよね。あ、そうなんですか。いやいや、まあいいんだけどさ。パタヤ行ってください。行ってみたい。パタヤここから近いからね、結構ね。そうなんだ。1時間半ぐらい、2時間くらい、他なんかどっか知ってるとことかありますか。私あの釣りしたい。釣り、釣りでしょ、エビの釣りでしょ。うん、エビの釣り、エビ釣りしたいです。エビ釣りってなんだろう、なんかよく店の中で釣りってやつ、ね、んですかね、なんか聞いたことある。釣り堀みたいなやつ。そうそうだと思う。昔なんかあったけどな、あんなのあるかな。まあいいや、おすすめスポット的な。はい、じゃあこの辺まとめてもらいましょう。はい、ค่ะก็คือเมื่อต้นปีนี้นะคะสาวๆก็ได้มางาน Thailand Comic Con นะคะก็เราอยากจะถามถึงความประทับใจนะคะในครั้งนั้นค่ะแล้วก็อยากถามว่าอาหารไทยที่ชอบนะคะแต่ละคนชอบอะไรมากนะคะแล้วก็ที่ตอบมานะคะก็แบบทุกคนบอกว่าชอบกินเผ็ดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะชอบข้าวของไทยมากนะคะเพราะแบบข้าวไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกับข้าวญี่ปุ่นใช่มั้ยคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ชอบกินผัดไทยนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะก็ชอบเป็นพิเศษเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่ถามก็คือแบบว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนมั่งนะคะแล้วก็ทุกคนบอกว่าอยากนั่งตุ๊กๆนะคะแล้วก็แบบเห็นบอกว่าผู้จัดการอาจจะไม่ให้แต่ว่ายังไงก็จะนั่งให้ได้นะคะปีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกที่นึงที่อยากไปก็คืออยากไปทะเลพัทยานั่นเองค่ะเพราะว่าชอบทะเลมากค่ะนั่นก็มองนะไทยのこともなんか気に入っていただいて僕ら大好き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 ねえ、普通の女の子だなっていうのがよくわかるんでね。いいことですね。さて、ここでですね、ちょっと一旦 CM 行きまして、はい、ね、次のコーナーでは、この25日に行われるアニメアイドルアジアについていろいろ聞いていきたいと思っております。はい、お願いしますね。ということで、ステイチューン。ที่โดดเด่นมาจากไหนก็ไม่โดนใจเท่าสไตล์นี้ Yaris The Presenter บทพิสูจน์แห่งความใช่จากแรงบันดาลใจแห่ง Yaris สวัสดีครับผมแชมป์ที่ได้รับเลือกของเพราะสไตล์ให้เราเป็นเหมือนกับ Yaris ที่โดดเด่นเหนือใครสำหรับฟุ่นคงเป็นเพราะตัวตนที่แตกต่างและชัดเจนก็เหมือนกับ Yaris ที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่ๆอยู่เสมอนี่เรา Yaris The Presenter ตัวจริงที่ทุกคนยอมรับชนะขาดทุกแรงบันดาลใจ Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์โปเตโต้โดนจิ้ม25 hour ก็โดนจิ้มสครับก็โดนพาราด็อกซ์ก็โดนลูลาเดอะเยอร์เซสเตอร์กรีซี่คาเฟ่ไมโลโมโซนิกและอีกเพียบโดนกันหมดจะจิ้มไลน์อยู่ทำไมมาจิ้มไลน์เลยดีกว่าจิ้มไลน์เฟสติวัลพรีเซนต์ by Toyota It's Mine ครั้งแรกที่มางานเดียวได้จิ้มไลน์ศิลปินและเน็ตไอดอลหลากหลายหลายไหล 8-9 พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคบางนาซื้อบัตรด่วนที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์รายละเอียดจิ้ม facebook.com/toyotaitsmine さあ一緒に歌いましょういただきますわ元気よくこさず食べて丈夫な体山盛りもりもり食べよいい味山盛り創刊33年タイで最も信頼される日本語新聞バンコク週報定期購読は年間3500バーツご自宅やオフィスまで毎週お届けします。日々のタイのニュースはバンコク週報のウェブサイト bangkokshuho.com でどうぞ。バンコクニュースで検索してください。เยอะแล้วค่ะคุณแม่วันนี้มีอะไรทำบ้างคะรู้หรือเปล่าจ๊ะการทานอาหารที่ดีคืออะไรโชคุยคุค่ะไม่เคี่ยวผักทิ้งเคี่ยวให้ละเอียดก่อนกินต้องล้างมือด้วยทำบ่อยๆให้เป็นนิสัยเก่งมากจ้ะอิตาดากิมาสอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะก็แน่สิจ๊ะเคล็ดลับแน่อยู่ที่ซอสยามาโมริขวดนี้ซอสญี่ปุ่นต้นตำรับทุกหยดพิธีพิถันแค่เหาะหรือจิ้มก็ได้รสชาติญี่ปุ่นแท้ๆซอสยามาโมริสนับสนุนให้ทุกครอบครัวมีสุขลักษณะที่ดีในการรับประทานอาหารอิอาจิเตรียมพบกับความฟินแบบเต็มพิกัด
Anime Idol Asia 2014 ครั้งแรกในประเทศไทยกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากเหล่าศิลปินและไอดอลชื่อดังส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น Kamen Rider Girls ยูเนมิลุอะโดเลเซนต์เดมปะคุมิอิงและกิจกรรมพิเศษที่จะได้สนุกไปกับพวกเธออย่างใกล้ชิด25ตุลาคมที่รอยอกพารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ Facebook Thailand Comic ConEvening Kiss. This program is brought to you by Toyota. FM 93.75 MHz J チャンネルからお届けしております Evening Kiss. 今日はですね、スタジオが大変なことになっております。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、インタビューの方を続けてまいりましょう。いやいやもうキャピキャピ。いや最高最高。ということで、君何でしたっけ何でしたっけ聞いてどうすんだね、俺が。はい。そう。この25日に行われる、はい、パラゴンで行われるね、アニメアイドルアジア2014なんですが、今回はですね、なんと仮面ライダーガールズと、電波組インクの皆さんとの共演となっておるんですが、はい、その意気込みを。そうですね、はい、前回初めてタイに行かせていただいて、うん、本当にタイの皆さん温かい人ばっかりで、うん、タイがもっともっと大好きになって、はい、今回もイベント出させていただけるということで、うんうん、どこのグループさんよりも一番盛り上げます、うん、イエーイ、タイに愛だけは負けません、はい、タイラブ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 ก็ถามเรื่องงาน Anime Idol Asia 2014ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะก็นอกจากสาวๆแล้วก็จะมีวง Kamen Rider Girls นะคะกับ Denpagumi Inc. นะคะที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เลยอยากถามสาวๆว่ามีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับงานนี้นะคะทุกคนก็บอกว่าคนไทยเนี่ยต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะคะแล้วเขาก็ดีใจมากแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับงานครั้งนี้นะคะจะพยายามทำให้ทุกคนสนุกที่สุดยิ่งกว่าวงอื่นๆเลยค่ะそのステージのことなんですけど、もうちょっと聞いてみようと思うんですけども、はい、今回は時間的にはどれぐらいなんですか？時間どのぐらいなのか分かんない。まだ分かんない。分かんないね、うん、その中で、今回の新曲、もちろんその前の何だっけ、回る世界は、はい、当然歌ってくれるわけだね。内緒でーす。あーそうか、そういうシークレットになってるわけね。これは行ってみないとわからない。はい、はい、何が出るかわからない。これは行くしかない。はい、そういうふうにまとめておきましょう。はい、ということで、今回のイベント、ファンミーティングも行われる。ファンミーティング。はい、そのね、さっきもタイ人のファンのことにいろいろ教えてもらいましたけども、そのタイ人のファンの印象、タイ人の人たち、の印象をちょっと聞いて。はい、タイのファンの人たちも本当に温かくて、うちらが出てきた瞬間に夢やぞーって叫んでくれたり、夢やとか最強かーとか。それタイ人でしょ？そうです。こっちに日本人じゃなくてタイ人。そうです。みんなのメンバーの名前とかも呼んでくれたり、もう本当に温かくて、もう大好きですね。はい、大好き。で、来た時も横断幕とか持っててくれたりして。そうだよね。そう、お迎えしてくれたり。どこで空港に。空港ね。そうね。空港で迎えがあった。すごいね。優しくて明るくて、もう本当大好きです。なるほど。はい、とりあえず訳しましょう。ค่ะก็สำหรับอีเวนต์นี้นะคะก็จะมี meet and greet กับแฟนๆนั่นเองนะคะของชาวไทยของเรานี่ค่ะแล้วก็สาวๆบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับแฟนๆชาวไทยนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจมากที่คนไทยอุตส่าห์ไปรับเขาที่สนามบินนะคะแล้วก็คอยตะโกนชื่อแต่ละคนแล้วก็เมสเซจต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะให้กำลังใจค่ะแล้วรู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากเจอแฟนๆทุกคนมากค่ะまあそのアイドルというと歌を歌ってるとこう振りとかなんかあの、はい、あのダンスオタクのなんていうんだタク芸なんとかオタ芸ですか。オタ芸なんて言うんだよ。そういうのがいろいろこう踊りとかいろいろあるわけで、決まりみたいなのがあるんでしょ。なんかこれそういうのがもうファンの人たち、こっちの人たちがやったらいい、知ってたりするの。あの初めて来た時に曲を歌った時、うん、もう日本のその掛け声って言うんですか、掛け声をもうタイの人がやってくれてて、で2日間かな、3日間かな、させていただいたんですけど、イベント、うん、もう最後に行くにつれてどん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 声大きくなってって、うん、もうすっごい嬉しかったです。それは期待してた。いや全然です。むしろ来てくれるのかなっていう不安があったんですけど、どうやって盛り上がってくれるのかなって思ってたんですけど、でもそこまでこう歓迎してもらえたっていう。そうですね、日本のファンの皆
さんとも仲良くしてもらって、うん、そう、あ、日本からも来てるファンの人たちもいるんで、みんな仲いい、そうで、ファンの人たち全員が仲良しになって、あ、それって面白いよね、すごい嬉しいね、タイと日本の架け橋ができたっていうこと、そうなんですよ、そうなんですね、夢ともです、やってるค่ะก็ถามว่าสำหรับในงานครั้งนี้นะคะแบบที่ทางญี่ปุ่นก็จะมีคล้ายๆกับเป็นโอตาเกะใช่ไหมคะที่เขาจะแบบเป็นจะชอบเต้นกันในงานคอนเสิร์ตหรือไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วก็พอมาที่ไทยเขาก็ตกใจว่าคนไทยเนี่ยก็ทำเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตะโกนแบบคำเดียวกันเลยแล้วก็ยิ่งดังขึ้นดังขึ้นนะคะทำให้เขาตกใจแล้วก็ดีใจมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เขาสังเกตก็คือว่ามีแฟนๆชาวไทยกับแฟนๆญี่ปุ่นด้วยที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็เห็นว่าทุกคนก็แบบน่ารักกันมากนะคะแบบว่าเป็นเพื่อนกันคุยกันแบบมีความสุขมากค่ะเป็นหนึ่งเดียวมากเลยค่ะใช่まあそのこっちで外国で海外でこうそういうステージに登るっていうとなんかこうプレッシャーとか緊張したりとか、うん、そういうのは全然ない。でも最初出てくまでがこうどうなるかなって不安とかもあるんですけども、うん、いざ立ったらね、うん、ファンの人がすっごい盛り上がってくれて、なるほど、本当に声援に助けられてます。あ、ね、じゃあそういった意味では、あ、こっちのステージ、タイのステージやりやすい。いやー、もう大好き、楽しい、楽しいですね。あ、そうだね、はい、やっぱり、歌ってる人が楽しかったら見てる人も楽しくなるしね、うん、なかなかいい雰囲気で、そうだよね、タイのファンの皆様のおかげで、そうなんです、うん、みんなが楽しく盛り上げてくれるから、でもっともっといっぱいの人がもっともっと盛り上げてくれると、あ、彼女たちももっともっと、いや、なんていうかエキサイトできるし、そうですね、そうですね、会場がもっともっと楽しくなるってことだな、はい、ということで、たくさんの人に来てもらわなきゃいけないからね、はい、本当ね、はい、はい、ค่ะก็เนื่องจากว่านี่เป็นแบบเวทีต่างประเทศของเขานะคะก็ถามเขาว่าเขารู้สึกกดดันอะไรมั่งนะคะแล้วก็เขาก็ตอบว่าตอนแรกเขาก็แบบไม่รู้ว่าจะแบบร้องแบบได้ดีหรือเปล่านะคะกดดันนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าพอเห็นแฟนๆทุกคนนะคะช่วยให้กำลังใจเขาช่วยร้องเพลงให้นะคะแล้วทุกคนแบบดูมีความสุขก็รู้สึกว่าสาวๆก็ได้พลังจากแฟนๆเหมือนกันค่ะก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะแสดงได้ยิ่งขึ้นค่ะでは最後にですね、その温かい、はい、力になってくれるそのファンの方々に、はい、メッセージをお願いします。はい、はい、そうですね、今年タイにもう一回来れるって聞いて、本当にみんなメンバー楽しみにしてて、うん、もう今やっと来れて本当嬉しくて、うん、そうなんだよね、それで空港もすごい温かくお帰りって迎えてくださって、本当に幸せだったので、なんかその大好きなタイで25日も大好きな皆さんと一緒にね、夢跡が一番盛り上がれたらいいなって思ってますね。はい、タイの愛は誰のグループにも負けないです。絶対ナンバーワン、なるほど、はい、はい、というメッセージをสวัสดีครับ皆さん。ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็เลยขอเมสเซจเล็กๆนะคะจากทางสาวๆยูไมอาโดนะคะว่าจะมีผลงานฝากงานด้วยนะคะก็สาวๆบอกว่าตื่นเต้นมากนะคะที่จะได้แสดงในครั้งนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมารับที่สนามบินแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะโอไครีนั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่ารักประเทศไทยมากเลยนะคะแล้วก็จะไม่ยอมแพ้วงอื่นๆในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยค่ะいやいやいや、あっという間にひとときだったんですけどもね、はい、まあ、これからいろいろ準備の方も大変でしょうしね、25日に、行われるこのパラゴンで行われるロイヤルパラゴンでですね、行われるアニメアイドルアジア2014に出演する、アイドル夢見るアドレセンスに今日はスタジオに来ていただきました。いろいろと話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってくださいね、はい、楽しみにしてますんでね、はい、ファンの人たちも待ってますんでね、はい、頑張りましょう。いやー、とってもですね、すごいことでスタジオになっておりますが、はい、最後にですね、みるみるアドレセンスの新曲ですね、最新シングル、5位にチャートインしたと、照明ティーネイジャーをお聴きいただきます。ではお願いします。ค่ะสำหรับก็หมดแล้วนะคะสำหรับvisit จาก You Baby Ru Adolescence ในวันนี้นั่นเองนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากผลงานของสาวๆนะคะก็คือ Show Me Teenager นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ขึ้นอันดับที่5ติด Oricon นั่นเองค่ะยังไงก็ไปฟังกันเลยค่ะดูมาเรียโดเย้ Thank you!